バシリカ聖堂バドビツェは、ポーランド中南部、現在は、マオポルスカ県西端のバドビツェ郡に位置する町、シロンスク高原城、スカワ川流域にある、古都クラックフからは50キロメートル離れている。バドビツェ郡の行政中心地であり、クラックフとチェシンを結ぶ、国際道路沿いに位置する。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世の出生地として知られる。 バドビチェについての最も古い記述は1327年のものである。オシフィエンチム公ヤニッセイス・ホラスティックがボヘミア王ヨハンに送った報道台帳にはダウックスの綴りで書かれている。1430年に大火災によって町は一旦焼き滅ぼしたものの復興し、オシフィエンチム公カジミエシュ一世により市長の特権を与えられた。 1482年にザトルコー・ブワディスワフによって、彼の島でバドビツェ広告の首都となる。16世紀には、家内工業と商業の中心地であった。この時期に特筆すべき出身者に、マルチン・バドビタがいる。彼は、クラックフのヤギエオ大学の進学者、哲学者、女才であり、また、バドビツェに病院と、初等教育学校を設立した。1819年、 オーストリア帝国に併合されたバドビツエの地域は広がり3380平方キロメートルにわたり10の町2の市場の集落340の村を抱え人口は35万人を数えた初代予備軍隊長ルドビクドセルトの頃にはバドビツエの町には2500人の人口があった1867年から1975年まで バドビツへのコミュニティの管理の所在地であった。上実したマルチン・バドビタ、後に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世となったカロル・ボイティはそして、コドウィン・ブルモフスキが知られている。ブルモフスキは、オーストリアのパイロットであり、オーストリア・ハンガリー帝国軍の戦闘機のエースパイロットとして第一次世界大戦中に活躍した。哲学者のエーミール・ラスクも知られている。 ありがとうございます。